アモイ駅は、中華人民共和国福建省アモイ市、市名区に位置する中国国鉄南小鉄路局が管轄する駅である。高架線、福久市線の終点であり、北京、上海等の各地へ、始発列車があり、1日の発着する旅客列車は2010年5月現在各種別を、含め80本を超える。 2007年の出発旅客数は385.52万人。旅客収入は5.99億元であった。高崎駅、周備駅、京林駅及び、前馬駅の4駅を管轄する。天井駅旧駅舎1956年12月19日、高架線が完成し、本駅も建設された。次年の1957年1月6日に、本駅に、 初めての列車である一本の貨物列車が上海から到着した。同年の4月12日に最初の旅客列車が到着し、三等客貨運送号駅として正式に営業を開始した。当時の駅面積は800平方メートルで、発着線は4本であった。1979年9月に本駅の拡張計画が鉄道部の認可を得た。 次年の1980年5月に工事を開始し、1983年5月1日に使用開始した。新たな駅舎は4階建てで、2つの待合ロビーと出札口、貸切及び機品待合室を含み建築面積は8575平方メートルである。1993年12月には、高架線の電化が本駅まで達した。 1999年9月10日に一等旅客駅となり、2004年5月9日には、南署鉄路局直属の管轄となった、3本目のホームを増設する、工事中である。2010年4月26日に、福、久し線が開業した。ありがとうございます。